攻撃するところがまず入って、いい守備からいい攻撃っていうところが、ね、はい、何度もありましたね。前半の45分スタート、ガンバ大阪右エンド、左エンドが福岡です。三浦からの長いボール、左の鈴木武蔵、さあ今日は鈴木武蔵もいる、また新たなオプションあるでしょうか。ニアへすらしてファーからヘディング、押し込みました、先制ゴール、最後はコンギョンウォン、ニアですらしてファーで待ち構えたコンギョンウォン、韓国代表プレーヤーのセットプレーからの先制ゴール、惜しかった先制ゴールはセットプレーで、ガンバ大阪相手がゾーンで守ってたんでね、まあ、その前のところで倉田がうまくすらして、まあ、ファーサイドの、まあ、コンギョンウォンがねしっかりと決め切りましたよね。まあ、ニアでしっかりとこう正確な、前島横パス入れてワンタッチ抜け出した、山岸、1対1の同点、山岸10ゴール目、宇佐美も戻ります、前博之、山岸のワンタッチ、今野へ、おっと倒れたが笛が鳴る、 PKここですが、どうですかね、まあ、接触が少しあったようにも見えますし、勝ち越せるか、決めれば11得点目、動き出す、これも触った、東牛仕留めました、山岸カップ戦の決勝、そして今日もPK をストップされてしまいました。クロスが入る、お変化し、ヘディングシュート、ルキアン、流れてきたボールをルキアン押し込みました。8月以来の出場で、久しぶりに怪我から起用したルキアンのゴール。リーグでは2試合連続4失点で敗れていた福岡、ここで笛が鳴りました、1対2、アビスパ福岡。